やっぱりその時期は結構辛かったですね。なんかこう自分の番が来るのが、まあ今は結構やった俺の番やんみたいな感じでね、なんか自分が考えてきたものをいろいろ試してみようみたいな感じでできるんですけど、その時はなんかもうただただ怖かったっすね、演技をするそういう時期もありましたね。あとでももうこれあれ、一回僕3、4年ぐらい役者としての活動を一切休止してた時期があって。あ、はい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 。はい。その時は、会社員をやってたんですけど。ああ、一回就職されたってことですか？そうです、そうです、そうです。で、まあ最初のね、1、2年はあれやったんですけど、なんかこう、まあ昔の知り合いのね、その役者の方のお芝居だったりとか、まあ映画だったりとかドラマだったりとかね、あ、舞台だったりとか、うんうん、なんかこう、まあ見るじゃないですか、その間も。うん、で、なんかこう、悶々としだして、あそこにまた立ちたいっていう思いがあって、今、こう、復帰したんですけど、その時期の悶々と しながら、こう、会社に行く、あの通勤ルートが一番辛かった。ああだから、挑戦してない時間が辛いっていうやつですよね。そうです。なんかどんどんなんか周りに離されていく感じとか、なんかでも自分の中でこう、踏ん切りがつかへんみたいな、なんかその悶々とした時期、でも、ほんまに一番辛かったのは、なんかこう役者としてとか助監督としてじゃなくて、やっぱその時間が一番辛かった。いや、でもそうだと思います。一回ね、挑戦してしまったものを、うん、やめてしまったけど、そのまだね続けたいっていう思いがある中、違うことやるっていうのは本当に辛いですよね。辛いかったですね。でもやっぱ結局そのやろうってなったきっかけになったのは、やっぱりその友人にやるなら今しかないやろって言われた言葉が背中を押してもらって、またっていう感じで、ちょっと話戻ったんですけどいや全然全然、だから本当にやりたいことをやってるうちは辛いことも、なんだろう、いい思い出というか。そうですね、なんかその時期はほんまに多分やってる、その今なんていうんですか、そのリアルタイムの時期はほんまに辛いんやろうけど、なんかこうやって思い返してみると、なんかそんなに辛くなかったかもみたいな、いい思い出やなっていう風になりますね。確かに確かに。僕はそんなに役者の世界入った時から、こう、中断したことはないんですけど、はい。まあ、辛かったダメ出しで言うと、ああ、はいはいはい。ダメ出しタイムっていうのがさっき言ったじゃないですか。そのシーンが終わって、ダメ出しタイムっていう、指摘の時間があるんですけど、はい、指摘されなかったんですよ、僕。はい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 。で、役者として、その一般の人がね、今聞いた感じだと、あ、指摘されないからいいじゃないかっていうふうには、ね、いい演技だったんだっていうふうには思われるかと思うんですけど、あまりにね、1回2回だったら、あ、ダメ出しよくなかった、イエーみたいな感じじゃないですか。あまりにダメ出しがないから、僕聞いたんですよ。演出家の方に。僕あのシーンとあのシーンとあのシーン今日やったんですけど、なんかダメ出しってありますかねって聞いたら、え？出てたの？みたいな。辛いわ。それが一番辛いかもしれない。いや、それが一番辛いかもしれん。辛いでしょ。要は、邪魔にもならんけど、目にも止まらんっていう、存在感ゼロみたいな。辛ない？きつっ。それきついなぁ。そう。それきついわ。そう。確かに。出てましたけど、つったら、いや、野田はね、つって、花がないんだよ、みたいな。ああ、ね。花ってなんだろうと思って、まあ次の稽古からアドリブとかいろんなことやったらめちゃめちゃ怒られたけどね。
邪魔なこと邪魔じゃあでも、うん、でも役者で怒られる分にはね、全然僕は、本当に楽しいと思うんで、本当にさっき、ね、織本さんが言われてた通り、挑戦したいとか、挑戦しなきゃいけないって自分で分かってるけど、やれてない時間っていうのが一番辛いのかなっていうふうには、やっぱり気づくと思いますね。うん。うん、なんかまあよく、ね、ああ、いいっすよ。いや、なんか怒られるぐらい やれみたいな、よく言われました。新人の時とか、新人って今も全然ペペですけど、やっぱよく言われますよね。うん、うん。稽古場とかでは。確かに。やりすぎぐらいがね。うん、そう、ちょうどいいという。そう、よくて、そこから減らしていく分にはできるから、うん。っていうふうには言いますよね。うん。とりあえず思いっきりやれっていう。うん、ああ、ね。はい、お返しします。何やったっけ。ごめんなさい。ちょっとチーズいただきます。あ、どうぞどうぞ。そう、今ね、撮ってるのがね、結構前、放送日より前なんで、チャンネル登録してる方がどれぐらいいるのか分かんないです。うん、あ、食べていいですよ。あ、はいはい。あ、チャンネル登録して くださってる方がね、どれぐらいいるのか分かんないですけど、うん、やっぱりこう、チャンネルのコンセプト的には、お芝居をやりたいけど、一歩踏み出せないとか、始めたてとか、うん、まあ逆にお芝居をずっとやってきてる人とか、まあ本業の方とかってあまり見てないと思うんですね。だからそういう方に向けての放送になればいいなと思ってて。なるほど。なのでお芝居役者さんの技術とか、そういうこうした方がいいよっていうよりも、役者さんでもこういうところは苦労してるんだとか、うん、始めたときはこう思ってるんだとか、そういうお話が聞けたらいいなと思ってますね。あ、わかりました。うん、始めたってんとき、逆になんか、何が一番苦労したとかあります？カズマさんなんか。僕ですか？うん。苦労したこと。苦労したというか、なんか大変やった。でも僕、逆に、うん、うん、さっきお話、ダメ出しのお話もした通り、うん、あ、ごめん、気づかんかったって言われるぐらい、邪魔にはならないお芝居っていうのがすぐできるんですよ。ああ、うん、多分、お芝居の中だけで言うと、器用なんだと思うんですよ。だから、うんうんうん、ある程度のレベルまではすぐにいけるけど、でもそっから伸びないみたいな。あ、だから逆にあんまりその壁にぶち当たったこともなければ、うん、壁によじ登って自分の存在を出したこともあんまりなくて、うん、だそこが結構辛いかな。あ、なるほど。うん、初めて、なんだろう、役作りに関しても、まあこういうことなんだろうなって言って現場に行って、うん、邪魔にはならないお芝居というか、怒られもしないし、評価もされないし、うん、お客さんからも、まあ若い頃だったら、あの人、ね、うん、なんか若くて、頑張ってる、まあそこそこイケメンな役者さんみたいな感じで、終わってる感じがしてて、なんだろう、めちゃめちゃいいエキストラの人みたいな。そこが、しんどかったというか、大変やったかな。確かにな。うん。そういうの。多分今もそうだと思うんですよ。割とこうやって、うん、割と、ね、こうやって振って喋れて、うん、うん、脚本書いたりとかもできるけど、うん、あ、わかった。器用貧乏なんですよ。うん、ああ。うん。演技に関しては。うん、役者とか芸能に関しては器用貧乏なんですけど、うん、そういう器用貧乏をどうしたら脱していけるのかなっていうのは、ちょっと自分の中で今でも課題ではありますね。多分だいぶ最初の頃よりかは脱したとは思うんですけど、それでもどうなのかなっていうところは最近ありますね。そうですよね、難しいですよね、うん、なんかそのやっぱありますよね、そういうなんか壁というか、なんていうんだろう、見えない壁が、僕の壁って透明なんですよ。見えないというか、霧がかってるというか、
どうしていいか分かんない。例えば、ね、あの、演技、表現力が足りないだったら、表現力を身につけるために、うん、こう、演技を磨いていくとか、あと滑舌を良くするとか、っていう目標が見えると思うんですよ。うんうん、壁が。僕の場合、うん、壁が透明なんで、どうしていいか分かんないっていうのは、いまだに感じますね。うん、何の話してたっけなんで今喋ってたじゃないですか。ああ。もう、あの、あれ、さっきの俺みたいな感じになりました。なんか喋ってるとだんだんわけわからなくなってきます、ね。うん、こういう話って。そうそうそう。だからそこかな、うん。だから本当に人が違えば課題も違うっていうのは本当に役者として演技の面白いところだなっていうのは思いますね。確かに。うん。うん、そうですね。うん。そうですね。なんか最近は脚本とか書いてないですか？あ、最近脚本、あ、書いてますよ。脚本の書き方っていうのもちょっと変わってきたかな。前までは、その劇団というか事務所に勤めてたんで、うん、あの、そこでやる舞台の脚本をよく書いてたんですよ。で、今もそういう脚本も書きたいなとは思ってるんですけど、うん、ね、この放送みたいに YouTube でやるってなると、わかりやすく端的に、こう、要点をまとめて、見てよかったなとか、楽しかったなって思えるものを書くっていう今方向になってるから。うん、あ、じゃあそのショートムービーみたいなことですか？まあショートムービーっていうか今書いてるのはその分かりやすいお芝居の考え方とかレクチャーとかそういうところを書いてるかな。なるほど。ね、メンバーも僕一人なんで、うんうん、ショートムービーもね、書いていきたいなとは思ってるんですけど。そういうふうに、なんて言うんでしょう。あの、お芝居というか、芸能のあり方っていうのも、うん、コロナが来てから、だいぶガラッと変わったなっていうふうには思うんですね。そうですね。うん。ね、舞台がやりづらくなったり、テレビの、ね、あの、こう、作り方が変わったりとか。で、今、ネット放送みたいなね、もう、あるじゃないですか。うん、こうやって今、YouTube やってますけど。はい。はい、うん。だから、本当にお芝居がここ2、3年で変わってしまったな、芸能が変わってしまったなというふうに思うんですね。確かに。うん。だいぶ変わりましたね。うん。変わった中で、織本さんは、これまでも、うん、まあ、変わらずというか、舞台もやりつつっていう感じですか？まあそうですね。やっぱ舞台も、なんかいろいろ、正直ね、舞台に関しては悩んだ。まあ、それこそ去年ぐらい悩んでたんですよ。その、まあ、ね、こう、お国としては、まあ、不要不急の中に入るっていう。まあまあ、娯楽ですからね。はい、っていうのと、まあ、あとは、何ですかね、こう、舞台に、まあ、その時もね、あの、舞台立ってたりしてたんですけど、うん、あの、なんやろ、それがほんまに自分の今やれることとして正しいことなんかなとか、なんかいろいろ考えてたんですけど、なんかこう一回その舞台に出てって、その、まあ見に来てくれたその方から、こう、なんかこう今結構ね、コロナで、うっぷんが溜まっててみたいな、なんかなかなか外出もできないしみたいな、そういう、でもこう本当に今日は見に来てよかったみたいな、そのすごい嬉しいお言葉をいただきまして、なんやろうな、それで、あ、やっぱやってていいんやみたいな、うんうんうん、今芝居やってていいんやっていうか、逆にもしかしたら求められてるんかなみたいなことを感じて、やっぱりこれからも立ってる限りはやっぱ舞台も立ってきたし、まあもちろん映像もですけど、やっぱりできる限りはお芝居をしていきたいなっていう思いは変わらないですね。そういう人の言葉がね、あってっていうのはね、すごいいいなって思うんですよね。やっぱり、なんていうの、娯楽って、ね、不要不急って言いつつも、なんていうんだろう。まあ、その生活必需となるお仕事に関しては、多分体とか身体を守る職業だとは思うんですよ。
うん、食品を作るとか売るとか。でも娯楽っていうのはやっぱり心の方ですよね、きっと。そうですね。あの、鬱憤が溜まってて、でも、あの、今、晴れやかな気持ちですっていう言葉いただいたと思うんですけど、うん、で、精神を元気にさせるのはやっぱり娯楽ですよね。いや、その本当に感じましたね。やっぱり、こう、うん、その、やっぱ、なんていうんですかね。まあ、結構、ツイッターとかでも、うんうん、あの、いろいろ回想を書いていただいてたりとかして、それを、まあ、見させていただいたりとかして、うん、そういう、まあ、元気になりましたとか、力をもらいましたみたいな言葉を見ると、うん、やっぱそう思いますよね。うん、やっぱりなんか、芝居で伝えれるものがあるんやなっていうか。うん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 。うん。ね、今、だって劇場に行かなくても舞台なのに、ネット配信みたいなのもしてますもんね。うん、ああ、そうですね。ね。ほんまに。うん。だからやっぱりそういうのが出てきて、それが、うん、お芝居、あの、お仕事して、なりわいとして保てるってことはやっぱり需要があるってことですから。まあそんな感じで、トークテーマはね、3つ、ご用意した分は話を終えたんですけども、どうですかね？なんかあります？なんかあります。あ、あの、ごめんなさい、あの、言葉が足りなかったですね。あの、告知は。あ、いやいやいや、まあ、今撮ってるのが8月で、多分これ放送は10月中頃だとは思うんですけども、まあ、あの、うん、織野さんのね、あの、ツイッターのリンク、ツイッターやってるよ。ああ、やってます、やってます。はい、織野さんの、あの、はい、ツイッターのリンク載せておきますので、また見た後ね、チェックしていただけたらと思います。はい、ツイッターで、あの、つどつど告知をさせていただいておりますので、出演情報とか、ぜひよろしくお願いします。はい、ありがとうございます。結構ね、1時間ぐらいがっつり喋りましたけども。あ、ほんますか？はい。うん。早い。なんか早かったですね。なんか。うん。早いですね。最初ちょっとね、あの、接続不良とかバタバタあったんですけど。いろいろで。はい。ちょっと長めの、はい、長めの映像となりますが、皆様よろしければ、あの、日をまたいでも大丈夫ですので、ちょこちょこ見ていただければと思います。あの、野田和馬さんの、あの、すごいスペシャルな編集技術が、楽しみですね。はい、こんな感じで本日は、はい、俳優の織本聖也さんをゲストに迎えて、みんなの打ち上げということで、はい、やっていきました。はい、はい、まあ、いつも言ってるんですけども、このチャンネルが面白いと思ったら、高評価、チャンネル登録などしていただけたら嬉しいと思います。概要欄の方にですね、織本さんのツイッター、リンクを貼り付けておりますので、ぜひチェックしていただければなと思います。はい、ありがとうございます。はい、というわけで、織本さん、本日はありがとうございました。ありがとうございました、こちらこそ。ちょっとね、僕もう一人で酔ってるんですけど。いや、もうめっちゃ顔赤いなって思ってました。ね、はい、はい。そんな感じで、はい、はい。またね、もし何かお仕事とかご一緒できればいいですね。いや、もうぜひもうね、またやりたいです、一緒に。はい。実はね、はい、僕が演出した舞台とかにも出てくださったりとか。いや、そうですよ。その話すればよかったなって思う。あ、そうなんです。その話を聞く？どっかに差し込むように。ああ、じゃあしますか。はい、あの、そう、実はね、あの、織本さん、僕が演出脚本した、うん、あのマスクという、僕前の事務所で結構再演とかもしてたりするんですけど、はい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 、マスクっていう、お芝居があるんですね、舞台の、うん、それに織本さんが出てくださったりとかして、本当にふざける何回越してやろうかなって思って。だからね、YouTube とか言ったらね、あの、バンされるから、何回やってやろうかなっていう。いや、あの時期はね、僕も若くて、楽しむという言葉を吐き違えてた。芝居を楽しむっていうね、言葉を吐き違えてましたけど、いや、すいませんでした。吐き違えちゃいけないのが、ね、心から楽しんで、役を愛して、お芝居を楽しむっていう分にはいいんですけど、はい、ふざけるっていうのは本当にやってほしいなっていうふうには思いますね。皆さん、気をつけてください。はい。ほんまに怒られるんでね。1回、2回ぐらいやったら大丈夫かもしれないですけど、ほんまに怒られるんで、やめてください。うん、あ、でも、あれですよ。それこそ、僕が、監督の勉強したりとか、自主映画とか、撮ったりとか、するきっかけになったのってマスクなんですよ。え、どうして？
いや、なんかその、まあ今まで普通に、なんていうんですか、先輩、なんていう、俳優としての先輩後輩みたいな感じで、の関係やったけど、カズマさんが、演出、脚本に挑戦したじゃないですか。で、なんか、なんていうのやろ、その、役者仲間で作る舞台みたいな感じやったじゃないですか、あれが。はいはいはい。その時はね。はい。で、なんかこう、あの時は、キャストとして出させていただいて、いろいろやってたんですけど、なんか、なんやろうな、俺もやってみたいな、みたいな感情がすごい出て、あの時に。あれ、マスクがあって、なんか自分でも、こう、自分の思いを本にして、なんか表現できたら、またそれも面白そうやなって思って、勉強し始めたっていうきっかけなんですよ、実は。あ、そうなんですね。そうなんですよ。じゃあ、その後に作った、はい、作品の収益、ちょっともらっていいですか？あ、嫌です。僕は影響を与えたみたいなとこあると思うんで、あ、はいはい、で発生した利益っていうのは僕のおかげっていうのもあると思うんですよ。はい、あ、ちょっとごめんなさい、わからないです。まあでもそんな感じでね、多分役者だけやってたら見えなかったっていうのはあると思うんですよ。僕も演出とか脚本ね、今でこそ割とやってますけど、はい、やっぱり初めてやったのが本当にマスクだったりとかしますから、それにまたね、いろいろ思ってくれて、織本さんがまたいろんなこと挑戦して今があると思うんで、そうですね、本当に刺激し合えるあれですよね、世界ですよね、うん、いや本当にいいですね、そうやって、はい、なんでね、いやでもマスクは今でも結構覚えてますね。未だになんかね、再演しないんですかとかたまにね言ってくださいますもんね。そうなんです。なんか結構僕好きやったんですよ、あの作品。うんうんうん、なんかすごい思い出に残ってて。またやりたいですね。はい。はい。ありがとうございます。またご一緒できる機会があれば。絶対呼んでくれへんやつや、これ。絶対呼んでくれへんやつや、これ。ありますよね。呼んでくれへん時の、感動ですね、今の。ちょっとね、打ち切りのドラマとかでね、またこのメンバーでやりたいですね。はい、お開きっていうやつですね。そう。その後一生連絡来へんやん。はい。あ、でもまだ、はい、またやりましょう。この動画がね、いやもうぜひ、はい。承認というか、皆さん、見てくださった皆さんが承認ですから。はい。はい、またやりましょうね。はい。まあ、ぜひぜひ、ここはカットすると思うけど。なんでやで。なんでカットすんねん。ずるいな。まあまあ、またね、やりたいですね。はい。はい。そんな感じで、もう結構ね、お時間が経ってしまいました。何の、それちょいちょいやる、まあ何なの、俺が。さっき始めたとき、結構ね、止まったり、音声が聞こえたり、事故ってたやん。ああ。だから大丈夫かなっていう確認ですかね。確認してます。わかりました、はい。大丈夫です、大丈夫です。はい。はい、そんな感じで結構ね、お話ししていきました。本日は本当にありがとうございました。はい、ありがとうございました。どうぞ本当に。多分これを見てくださってる方は、他の役者さんのご意見とか聞くことなかったと思うので、僕自身もすごく勉強になったし、やっぱり見てくださってる皆さんもね、あ、そうなんだっていうことで、知ってくださったと思いますので、また、今回は、ちょっと役者を始めたきっかけとかに触れていきましたけども、今度はちょっと技法とかね、そういうお話が出たときにまた織本さんに出演していただけたらなと思います。本日は織本誠也さんでした。はい、ありがとうございました。はい、ありがとうございました。というわけで、このチャンネルが、動画が面白いと思ったらいいね、高評価、チャンネル登録ぜひよろしくお願いします。次の打ち上げでお会いしましょう。さようなら、はい、ありがとうございました。バイバーイ。バイバーイ。はい、というわけでありがとうございました、はい、ありがとうございました。大丈夫そうでした。